と思うんだけど、今日はね、登録者数10万人を達成したということで、まあ、次の目標、そちらの方をね、立てていきたいと思っております。まあ、なんかさ、今までさ、ずーっとここ1年ぐらいかな。まあ、1年もなかったか、半年ぐらいかな。登録者数10万人を目指すっていうことで、まあ、知ってる人は知ってると思うけど、YouTube やってたわけよ。で、その後に、まだその目標、次の目標立ててなかったから、10万人って。で、そこについてね、今日はね、喋っていきたいと思います。まあ、早速行っちゃおうかな。私、シンゴは、次の目標はなんと、じゃが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 じゃん、チャンネル登録者数100万人を目指していきたいと思います。イエーイよろしくお願いします。かなり迷った。ちなみに、すっげえ悩んだ。正直20万人とかさ、30万人とか言おうと思ってた。だったけどさ、ここでさ、まあ、今まで1000人、1万人、10万人って来てさ、一回20万人で逃げようって、なんかそれ面白いかなって思って。まあ、目標ぐらいデカデカと語っても男だからいいんじゃねえかなって思って。まあ、ということでね、チャンネル登録者数100万人をね、目標に頑張らせてもらいます。まあ、これについては本当に、かなり難しい目標なのは間違いないから、本当に、俺らとお前らの力を合わせて、絶対掴み取ってやろうぜ、ここまで来たなら。例えば10万人に来るってだけでも、ほんとものすごい奇跡だと思うのよ。で、ここまでの奇跡をせっかく掴んだなら、もう100万人に対してのチャレンジをする切符っていうのは、十分に手に入れたと思うのよ。だから、俺はその目標に向かって頑張っていく。で、それを達成するためにどうするかっていうと、まあ、これがちょっといろいろまだまだ試す。正直10万人になった今でも、YouTube の方向性、そこについては全然定まってない。正直。全く定まってないから、これからそこについては定めていく。だからまだまだ新しいことバンバンすると思うし、まあそういうね、俺の姿を見守りながらついてきてくれたらね、マジで嬉しいと思います。よろしくお願いします。これからも。まあそんな感じだ。まあ簡潔に説明するとこんな感じだな。あとお金もいっぱい稼ぎたい